ラストファイトは岩田健二さんですよね、はいはい、負ける相手じゃないですよね。まあ負ける相手じゃないけど、まあ、まあ正直言って、まあ、ジムといろんなことがあったからね、はい、もうやる前からこの試合最後にしようと思ってたから、ある程度見せ場を作って、あの最後は倒されて負けようっていう自分で、まあ、ストレッチがそのそういうふうに思ってリングに上がったんですか、最後はね、はい、で最後にリングに倒されることで、もうこれでもうボクサー生活終わってほっとして、これはよかったって思って、ふっと横向いたら小道翔士がタッカー落ちたわけ慌ててね、飛び上がって起きたのは今でも覚えてますよ。タンカーに乗せられるほどのダメージだったんですか。えタンカーに乗せられるほどのダメージだったんですか。ダメじゃないですよダメじゃないよ、じゃあダメじゃなくてね、これで最後の試合はこれで岩田健二さんと倒されて終わってね、これでもうボクシング二度とやることはないし、リングに上がることはないって、いろいろ考えてる時にタンカー持ちちゃうから慌てて落っこちちゃうそれは今でも覚えてるわけ。あ、それではもう最後ですけれども、ボクシングジムの会長として、まあ、皆さんに指導されているわけですけれども、はい、いらっしゃる、練習生の皆さんに会長からメッセージというか、こういうことを気をつけてや生きていこうよということがございましたらば。いや、今うちのジムはね、プロのジムじゃなくなったわけですよ、はい、プロのジムは辞めちゃったんですけど、やっぱりそれぞれ性格も違うし、体も違うから、やっぱりその自分の持ち味の、例えばその、ボクシングをやってもらえばいいなと思うわけですよね、ただそれだけですよね。みんな頑張って、それこそ一番下4歳の女の子から、ゆえは接骨院の先生76か8になると思います。76歳も来てますからね、みんな辞めないで来てるからね、まあありがたいですよね、今の目標というか将来の夢というか、どんなところを今見てやってらっしゃいますか。まあ、将来で、まあ、僕はもう76だから、まだまだ、76だからね、やっぱり、ジムに来て、やっぱりこうやって練習生を教えたり、やっぱり動けて、あれする、それがやっぱり一番生きがいに感じてるから、ただそれだけですね、まあ、そのためには、まあ、自分、頭もそうだけど、体もね、まあ、しっかりやっていればいいなと思いますよね、しっかり。ただその病気もあってますからね、どこか終わりですか。心臓既得状態で、もう危なかった、2回危なかったんですよ。いつですか。2年前ぐらいか。2018年。だから今も全然なんとかですよ、ここからここまで来てね、既得状態2回続いて、救急車でね、変わりで。また会長、ありがとうございます。ありがとうございました。すみません。ありがとうございました。